空想から科学へはフリードリヒ・エンゲルスの著作。1880年に社会主義への入門書としてエンゲルスが辞書ハンデューリング論を抜粋して作ったパンフレット。正式名称は空想から科学への社会主義の発展。1880年のフランス語版や1892年の英語版などは空想的社会主義と科学的社会主義というタイトルだった。 発表当時から社会主義理論の入門書として最も多く読まれている。本書の出版の経緯は本書にあるエンゲルスの序文に簡潔にまとめられている。ドイツの2つの労働者党が合同し1875年にドイツ社会主義労働者党が結成された。この政党内で理論的影響を広げつつあったのがベルリン大学の思向師であったオイゲン・デューリングだった。デューリングは カール・マルクスの理論を一つの仮想的としており、さらに彼の周りに一つの派閥、すなわち将来別個の党になる中核を公然と作り始めたので、エンゲルスはこれを批判する論文を帰還し、ホルウェルツで連載。これが1878年に出版されて、ハンデューリング論となった。ハンデューリング論はドイツ語だけであったのと、マルクスの娘婿で、 フランス会議員であるポール・ラファルグの要請によって、私、エンゲルス、引用者中はこの本の3つの章をパンフレットにまとめ、それをラファルグが翻訳して、1880年に空想的社会主義と科学的社会主義という表題で出版した。本書の第一章は、ハンデューリング論の除雪第一章、総論、第三編第一章、歴史的解説を使い、 第2章は、除雪第1章、第3章は、第3編、第2章、理論的概説を活用している。ハンデューリング論がマルクスとエンゲルスの理論分野を、網羅した著作になったことに対応し、本書にも後に、ウラジーミル・レーニンが、マルクス主義の3つの源泉と3つの構成部分として、定式化した、社会主義理論、哲学、経済学の3つの要素が完結に入っている。 しかしこの定式をマルクス主義の定式としてしまうことには異論も多い。エンゲルスはハンデューリング論についてその序文の中で私、エンゲルス、引用者中は印刷する前に原稿をかれ、マルクス、引用者中に読み聞かせたと述べ、また本書についてもマルクスは序文で本書を科学的社会主義の入門書と紹介したように基本的にマルクスの承認のもとに 本書は刊行されている。第一章は空想的社会主義者について叙述されており、その意義と限界がどこにあったかを述べている。第2章は弁償法について述べてあり、科学的社会主義になるために必要だったとエンゲルスが指摘する弁償法の近代的自然観の登場について詳しく触れている。そして第3章はエンゲルスとマルクスが 科学的社会主義と称した理論を積極的に展開する内容となっている。1906年に坂井敏彦が翻訳して社会主義研究し第4号に掲載。当時は科学的社会主義というタイトルだった。ありがとうございます。